小槌チャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思います。まあいろいろとコメント欄に要望があるんですけども、うん、今日歌子さんやってほしいっていうことがあります。今日歌子ね、今日歌子はおもろい夫婦というのがその大鳥コンビの大鳥圭介とともにやって受けたんやけどな。だけど、まあ、今日歌子の話するんやったら、それの先駆が都町長と何という字の夫婦全財という番組があってな、これがそういう、うん、要するに素人参加のトーク番組やな、そういう番組 やってたからそっちの方が先や境に、うん、でまあこの人も前の森光子なんかと同じ宝塚新芸座なんかにいたこともある人やからね、うん、それからまあそっちの方の話からしようか。なるほど。でこの人は親が家具職人というか、まあ、家具屋みたいなことをしてたんやけど、もう一つ商売がうまいこといかんので、それでもともと芸事なんかも好きやったんやろうから、ほんで旅芝居の一座をこしらえて、ほんで自分の娘その都町長がまだ4つ5つの時にもう それに屋敷武士踊らしたりな、ほうしてな、舞台に出してな、ほっと自分やっぱり子供がやるのは可愛らしいから、うん、それから受けたわけやな。なんかキットもそうでしたね、うん、ほんで屋敷武士やとか、それから他のもバレエみたいなことやったり、女剣劇やったり、うん、三味線弾かしたり、まあいろんなことやらすんやな、ええ、そんなんで やってたんやけども、結局大きななったらその親のそんなとこにやってられんちゅうので、三遊亭流子っていうのがまあ多分落語家なんやろうけども、それが一座、昔はああいう喜劇人はみんなそういう一座組んで土佐回りするちゅうのが多かって、それでその三遊亭流子っていう一座に都町長加わるわけ。なるほど。ほんでもうすぐ都町長小柄やけど可愛らしかったからね、あですぐその結局座長が手つけた中学校で、で結局結婚するわけや。最初結婚。うん。で結婚したけども、まあどこも一緒で、しょっちゅう浮気しまくるわけや。旦那の方がね。うん、何が違うかな。うん。ほんでその自分にその三遊亭流子の一座に裏方で入ってたんが後の何という字で。名前読めなかったから何という字とか言いますね。うん、この人はなんていうの、大阪電子学院というところで電気のことを勉強して、ほんで中央郵便局の電気の修理とかそういうことをやってた。でそれが結局その一座の裏方に入ってきて、ああなるほど、舞台設計とかやるのかな、うん、ほんで結局その都町長 の弟子になって、喜劇やとかな、そんなんのな、弟子になったわけや。なるほど。そしたらその流子が浮気しまくるもんやから、ほんで結局離婚して、でその弟子と結婚したわけ。ああ、なんとかしたの。まあ、結婚したいとも、まあ席はその自分がいい加減やったみたいやけども、とりあえずまあ一応夫婦になったわけな。なるほど。ほんで結局流子の一座から出て、で宝塚新芸座って、これは小林一三と秋田実がこしらえた劇団やな、お笑いの男の宝塚座員やらを別のとこやるためのことでもあるような、宝塚の親戚なんですね。そうそうそう、それからそういう劇団を秋田実と小林一三で作ったわけやから、それに森光子なんかも呼ばれたし、で結局そこへその都町長と何という字も参加してるわけや、はあはあ、ほんで秋田実の弟子の秋田英介美介とか、それから夢二俊恋氏とか、うん、君恋氏な、そうとかそういう名も皆それに入って、それにさんまの師匠の松之助っておる、ああいますね、彼もそこへ入ってんよな、うんうんうん、そんなんで喜劇やだったりしてたわけよな。ほんで ABC のラジオが民間放送ができるんで、ほんで民間放送ができたらそういうな連中がみんなそこへ引っ張り出されるわけよな、うんうん、それからすっちゃらか社員やとか、ま、漫才学校とかとかそういうなんがラジオでもやれるよ、舞台でもやってたけども、うん、結局それをラジオへ持ってきて、うん、で漫才学校で、その中で視聴者参加番組で
夫婦全財っていうのをやるようになったわけな。でこれがものすごいその自分素人参加の人で夫婦の間の話いろいろ聞き出すんやから、うん、世の中の人には珍しいそういう素人の新婚さんいらっしゃるみたいな。そうせかああいうのみんな原型やな一番最初がこれや。なるほど、うん、ほんで特に ABC はそういうのに力入れてたから、うん、それでそういう番組をラジオでやったわけや。それから顔は見えへんこ喋るだけのあれやったんや。でそれが人気が出てそのうちにあの民間のテレビも出だしたから、ほんならテレビ番組にそれがそのまま映ったわけやな。なるほど。ほんでその夫婦全財っていうのは何年20年ぐらい続いたんかな。宮古町長というのはかわいらしかって前のその隆史と離婚した直後に、うん、あのミス若菜っていう戦前に玉松一郎ミス若菜っていう漫才がおってな、ええ、でこれがもうものすごくその戦前の漫才ではあの売れた。ほんでまあべっぴんさんやったしミス若菜自体が。なるほど。それからあので相手のちょっと殻の大きいのを夫婦漫才やからからかうようなそういう漫才やな。夫婦漫才の原型みたいな。なるほど。そういうなんで人気があったんやけど、その人が戦後すぐ死んだわけや。ははは。で結局宮古町長なんかもあの可愛らしかったから、ほんでその名前がもったいないっていうので二代目のミス若菜を継がへんかちなんで町長さんがちょっと継いだこともあんやけども、うん、だけどもあのまあそれよりは夫婦漫才でやんやったらその自分はやっぱり町長の名前にして、うん、それで何という弟子の何まだ何という字って言って、その自分は宮古町長に合わせて、ええ、それで上方トンボっていう、だから蝶々トンボやな。あ、なるほど。っていう芸名で、それですね、うん、それで夫婦漫才やりだして、で結局それがあの宝塚新芸大、小林蔵がやってる宝塚新芸大誘われてっていうことやな。あ、なるほどね。うん、ほんでその、 あのラジオ番組がものすごく評判が良かって、うん、それでテレビにも映るようになって、うん、どん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 その人気は出てきたんやけど、ええ、その間にそのやっぱり今度は何という字が浮気というか女遊び言ってましたね。売れだし東西南北。そう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 。それから北の友人に南、の誠、南の誠、東西南北、藤田、藤山甘美とかいうような ね、うん、言葉ができるぐらいのに遊びまくったからね。ほ、うんで結局それでやっぱり嫌になって別れたんやけど、その番組が人気があるもんやからなかなか別れたとは言われへんわけや。ほ、うん、でずっと夫婦のふりでずっと長いことやってて。上夫婦ね。ほ、うんうん、で、まあ、ある時も、まあ、そういうのがだん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 新聞とかそういうのは新聞記者に分かってくるんで、うん、で番組の中で実はもう別れてんやっていう話やな。ありますな、うん、そういうなんでやったんやけど、結局この番組自体が結局そういうもんの走りで、でこれの後に京歌子と大鳥圭介がおもろい夫婦っていうのをやっ、うん、同じようなやって、新婚さんいらっしゃいまたあれはもう50年続いてんねん。あ、結構続きますね。ほんでまあアシタントの方はいろいろ変わったけども、うん、あの三子やな、今の分子やな。そうですね。分子は50年ずっと続いてるから、うん、あの一人の司会で連続で50年続いてるのはギネスのもんやな。アタック25も終わりますからね、うん、だからそういうそれの一番元になった人やな。なるほど。でこの宮古町長は漫才で蝶々トンボの時にもよう売れたんやけども、うん、その自分はあのヒロポンっていう覚醒剤が大流行りで、これがその自分はあの麻薬として取り締まられてへんで、普通 あの薬局行ったら今あのとにかく、まあ、のみんな疲れたらヒロポンを買うっていうようなな、まあ、栄養ドリンクの感覚みたいなの感覚で簡単にみんな打てるけど、やっぱり麻薬やから、うん、習慣性があって、うん、みんな中毒になるんだよな。ははは。でまあ宮古町長なんかも中毒でものすごく苦しんだんやけど、まあそれを病院ちゃんと行って闘病生活やって、うん、まあ治して、うん、その自分の芸人はもうほとんどもうお笑いの人間なんかもぎょうさんそういうヒロポン中毒はもう当たり前にあったよな。お、まあアル中って多いですね。アル中なんかよりも逆中も、うん、あのヒロポンっていうのはな、うん、ほんでヒロポンは打つとあのなんていうの覚醒剤やからパッとあの
元気になるわけ、目が覚める。なんかランランとはするんですよね、うん、最初は。それから全然疲れへんっていうね、うん、その後すごい倦怠感に来るみたいですけど、それからもう大変やから、あの後で事前なんかにはそういうその日のポンで苦しんだ話やら、まあ、随分本人さんがね、うん、言うてるけどね。サザエさんでも結構使ってるみたいです。サザエさんでも出てくる、そんなシーンがあるらしいです。もう見てへんか知らんけど。そうか、初期のサザエさんは結構カオスなんで、喜劇の人っていうのは基本的には芝居がうまいから、うん、映画とかドラマとかにも引っ張りだこ でこの宮古町長なんかも、あの今あのテレビでシャボン玉劇場ってドラマ、あの要するに牛乳石鹸が提供 のドラマ、あの一社買い切りのドラマ枠があってね、うん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 、それなんかの最初の頃の宮古町長が出てくらいな。なるほど、うん、あとはもういろんな人使うようになってくる、ね、それぐらいあの売れて、で映画にも出て、うん、で、あの何という字は何という字で、あの映画の結局まあ頼りない主人役やな、結局。ああ、なんとなくつなぎですね、うん、そういうイメージで、で別れてから それはそれで単独で出たりいろいろしてるわけや、うんうんうん、だけども何という字はもうあのすぐ糖尿になって、あの宮古町長と別れてからもすぐに糖尿がきつなって、うん、ほんで一緒になった次の奥さんなんかともすぐ別れて、一人でもうものすごくあの苦しい状態やったな、闘病生活やった。乱れた生活送ってるからね、うん、だから結局、まあ、48ぐらいで死ぬねん。そんな若いんですか。うん、ねんけども、ええ、その死ぬ間際まで結局宮古町長がほとんど面倒見た。ああ、うん、そうなんだ。宮古町長は まあ、その後あのあれしてへんからな、結婚してへんからな、うん、それもあったよな。それで結局まあそういうテレビドラマやらもいろいろ出るけども、あの中座で1ヶ月公演っていうのを、みんなあの役者はみんな1ヶ月公演を、うん、その歌舞伎座やとか中座やとかいう 超一流の舞台でやるっていうのがみんな夢なわけや。なるほど。自分があの座長で、うん、でそれをやったらあのものすごく売れたわけ。それでこれがもうずっとその死ぬ間際まであの毎年年1回の興行、1ヶ月興行やな、うんうん、で中座で売れるもんやから、あの名古屋やったら味噌の座とか東京の新橋演舞場とか、うんうん、別のとこでも、それから結局他の月はよその地方へ行って1ヶ月公演するっていうのな、うんうん、そういう生活やったりして。なるほど、うん、だからおです、あの漫才とかのお弟子さんやのもたくさんあるんやけども、だから前 の, あの白木実って小さい寺門屋さんの傘の時、近年なんて、うん、あれもあの宮古町長の弟子や。そうなんですね。漫才では僕はあの割と好きやって、ね、長味長子って言って面白いあの漫才があるんだけどな、もう一時あの辞めて片っぽがとあのアメリカ行ったりして、また帰ってきてこの頃は調味調子からパピオンかなんかいう名前で漫才またやってるらしいけど、そういうなんとか、まああとはそう売れてないのがたくさんあるけども、結局劇団やってるからそういうお弟子がたくさんあって、うん、でも最後の方はもう車椅子で舞台に出るぐらいやったけど、ね、すごいですね。うん、80いくつで亡くなってんだけどね。なんていう人は大違いやな。うん、ほんで何という字なんかは、うん、最初そのあのトンボやったけども、トンボ蝶々トンボっていうのもなんか嫌やっていう格好でドラゴンフライにでもやってた。ほんで いとしかな、夢二いとしの方やな、ね、いとこいの、うん、いとしに相談したら、あの大体何という字のあの字が全然読まれへんで、台本の時にいつもあの宮古町長にこれ何という字って言うて聞いてるから、うん、それを知ってたから、ほんでお前何という字にせえというような芸名になったな、うん、まあ、そう考えるとね、宮古町長が与えた影響で大きいですな、うん、なんか宮古町長なんかも死ぬ前に紫綬褒章やとか勲章やとか持ってね、うん、一応舞台もそんだけやってるし、両方が死んでから後にやけども、上方お笑いのあの殿堂入りっていうのはしてるわな。なるほど、うん、まあ、そういうなんでやっぱりあのすごいあの、まあ、辛口の人やから、例えばあのワイドショーなんかに出てもコメンテーターできつい調子で
ズバズバと言うたりね。逆にそれがご意見場になったんですね。まあそうやね。それからそういうのはまあ結構阿波屋のり子でもそういう感じだったしね。なるほどね。僕はねラジオかなんかの話の中で聞いた話だけどね、ちょうど地下鉄やらがみんな自動券売機になって、それから改札が自動改札になってなりましたね。で自動改札になったらね、通る時に子供だけ赤いのがポロポロっと前にな、子供の切符入れると、で大人の切符やとそのまま通るわけやんな、そしたら宮古町長は150センチなかったから140センチ台やったからね、145、6センチやったからね、それからあれになったおかげで私も全部子供の切符でも通れまんねんって言って実際通れたでしょ、それやったらっていうのほんまか嘘かそら知らんけどね、白木の海も通れそうだそう言うて券売機になったおかげ、自動改札になったおかげで私らえらい得してまんまっていう話が、まあ、実際はやってないでしょうね、さすがに。まあそう考えるとやっぱこの人は面白い人ですね。うん、ね、そういう感じで宮古町長の話を聞いた後にまた今日歌子の話を今度聞きたいもんです、うん、皆様は宮古町長どう思われますか。なんというという面白い読み方もあるんで、こういう人の話を今後はどんどんやっていきたいなと思います、うん、皆様いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。